民主党政権時代に外国人参政権の問題っていうのが出てきました。で、外国人参政権の問題はですね、私が調べて当時ですね、もう10年前ですけれども、まあ相当丁寧に調べましたが、外国人参政権をですね、実施する、つまり外国人に付与するですね、メリットは日本国民にとって何もないんですね。で、さらにですね、この問題点っていうのはどこにあるかっていうとですね、 安全保障の問題とかも一応、一応あるんですけれども、それよりもですね、外国人参政権は、哲学的に見ると、国民国家というですね、枠組みをね、根底から揺るがしかねないと。つまり、その国の国民であるから国政に参画する権利があるよという国民国家のですね、原理原則をですね、壊してしまうですね、ちょっと恐ろしいものであるということで、国籍を持っているということの意味をですね、非常に希薄化しようとするね、動きの一つなんですね。要するに、国籍を持っている人間 日本国民が日本国民であり、日本国民であるからこそ、日本の来歴に思いをいたしてですね、将来どういう国にしていくかということを考えるわけです。これが国籍によるですね、政治というもので、私はこの国籍による政治っていうのは非常に大事だと思ってるわけです。ですから、この国籍を根底から揺るがすものとして、外国人参政権があるということをまず、えー、まあ認識した上でですね、外国人参政権をやるにはですね、まあこれは相当なハードルが高いんだけれども、外国人参政権を やらななくくててももですね付与しなくてもつまり、法的に外国人参政権を認めなくても、実質的に外国人参政権を認めてしまおうという案があって、それは何かっていうと、住民投票の中に外国人を入れてしまえと、こういう案なんですよ。だから、これはね、複雑なんです。彼らの本当の目的っていうのは、その、外国人参政権にあるんだけれども、外国人参政権をやるとハードルが高い。だったら、住民投票をやってですね、これ、住民投票の中で、 やってしまえと。まあ、こういうことなんですね。私はですね、外国人に参政権を与えるということに反対なんです。よくこれを差別だっていう人がいるんだけど、全然差別じゃないですよ。だって、日本国民がですねど、どっかの国に行ってですね、そこの国の選挙権欲しいというふうに主張しないでしょで、される方もいるかもしれないけど、例えば韓国に住んでる方がですね、しないじゃないですか。そういったことを考えてみるとですね、やっぱりね、私は、あの、 国家というものの中で国籍を持ってる人たちがその国家の運命をですね、決定するということでいいと思うんです。で、もしですよ、日本の将来について私たちも選択したいっていうなら、日本国籍を取ればいいんですよ。だって日本国籍取ることを我々は邪魔してないわけですからね。文句は開かれてるわけですよ。で、その中においてね、あえて国籍はいらないという立場を取られるんなら、それはそれで自由ですよ。だけど、それはやっぱり参政権は じゃあ、諦めてもらうと。いうのが私は、 え、正しいと思います。それは、地方だろうが国政だろうが同じです。全部。なんで参政権だけですね、地方と国政をね、やたら分断しようとするのかね。これはね、やっぱり、国政の問題に関しては言われちゃうから、地方ならっていうね、遠回りしながらなんかや、や行くようなね、やり方もね、ダメなんですね。一歩目、認めたら否定路線になりますからね。地方だけならいいじゃないかっていう議論を最初はするんですよ。だけどね、その次の議論はもう見えてるでしょ。地方は認めてるのに、どうして国政は認めないんだって、こういう話になってくるわけです。だから一回認めたら終わり。原理原則の問題ですから、これは。 国籍を持っている人に参政権をという立場からするとですね、えー、それがあの国政であろうがですね。地方であろうがですね。関係ないんです。ダメなものはダメどっかで聞いたことあります。な。ダメなものはダメなんです。で、もし参政権を欲しいというので、あるならば国籍を堂々と取っていただいてで、それで堂々と参政権を行使していただければいいと言われます。